スクリレックスはアメリカ合衆国のエレクトロミュージシャンであり、DJ、シンガーソングライター。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。本名はソニー・ジョン・ムーア。2004年から2007年のソロキャリアをスタートさせるまではアメリカ合衆国のハードコアバンドである、フロムファースト・トゥラストのリードボーカルとして2つのスタジオアルバムを制作している。 2007年のソロ活動開始から2010年以降、売り上げと知名度を着実に上げていき、2010年代のブロステップムーブメントの象徴的存在となった。2009年にソロ活動初の EP であるジプシーフックを発売した後、ソニームーアと EP 制作者ノアシャーインとの間で、自身のデビューアルバムであるベールズリリースすることが予定されていたが、 ムーは自らがこのアルバムのリリースを中止。その後、自身の公式なマイスプイスのページ上で、初のミニアルバムである、マイネームイズ・スクリレックス EP を発表し、ここから、正式なスクリレックスとしての活動がスタートした。2010年には、スクリレックス名義の EP である、スケアリー・モンスターズナイス・スプライズを発表。2011年には、モア・モンスターズスプライズを発表した。 同年11月3日、スクリレックスは新人賞を含めて第54回グラミー賞で5つの部門にノミネートされ3つの部門でグラミー賞を受賞した。スクリレックスのロゴ生まれはロサンゼルス北東のハイランドパーク周辺だが、彼が2歳の時に家族はサンフランシスコのフォレストヒルに引っ越した。9歳から10歳まではモハーベ砂漠の寄宿学校に通っていたが、 後に北カリフォルニアへ移住した。12歳の頃、結局家族はハイランドパークへ戻る。ソニー自身はロサンゼルスの芸術学校に通うが、14歳の頃に学校でのいじめにより休学する。2012年2月からイギリスの女性シンガーソングライターであるエリー・ゴールディングと交際していたが、同年10月に破局した。ありがとうございます。